久保さん、少ない再生数で勝つ方法とかにしときましょうか。まあ、久保さんも僕もね、大した再生数いつもないと思うんですけど、まあ、この少ない再生数でもね、勝てる理由は、まあ、商品を持ってるからですね。まあ、おこまん者合宿もね、あの商品持ちましょうと、商品売りましょうみたいな話をしたと思うんですけど、やっぱ商品がないと、 広告収入で再生数3とかだったら10とかだったらきついでしょうね。でも商品があれば何とか勝負できるかもしれないですね。さすがにやっぱでも毎日3とかだったら、まあ,せあのそっから顧客リストを獲得して商品を売るっていうのは、まあ、難しい部分はあると思います。ただその1人とめちゃめちゃ濃くやってるんだったら、あの再生数1でね、僕は再生数1で あ30万とか、再生数1で60万とか、再生数1で80万とか、再生数1で120万とか。まあ稼いできましたけども。まあこれ個別動画ですよね。再生数1。一人だけに送るっていうね。<laughs> まあ多分、多分これが究極じゃないですかね。再生数1で、あのー、なんだ。まあ一般的な塾だったら30万ぐらいですか。そう。再生数1で30万稼ぐっていうね。 は他のじゃ絶対できなうんじゃないかなとその概念がない商品をバックエンドの商品作って売るっていう概念がなかったらうんだからこれはねまあネットに限らずあの訪問販売とかもやってますからねあの学習英会話の教材100万円を超えるやつをピンポンして売ったりとかしてるわけじゃないですか多分未だに売ってますよねおそらく だから、なんだ。それをネット版でやってるだけですよね。うん。でもネット版でやる人がいないから、結構ね、驚かれるし、感謝されるし、びっくりされるし、あの、ありがたいですよね。みんなやってるって。<laughs> なんかピンポンを押すと嫌がれるけども、一人に動画送ると、ありがとうございますってなるっていうね、魔法のテクニックですね。いってらっしゃい。